三村さんといえば速さが、速さに注目。自分の速さの中にちゃんとフォローをしている、その技術の素晴らしさもすごいですからね。さあヘッドと噛み合って投げは確定している。さあしかし体力かなり三村さん奪われてますね。投げの外にいた、大パン、前大パン、前大パン。さあ早い中盤から草が決まる。 DX 早手、仮にここで決まっていなくても追い打ちが入る。さあどんどん前に来る、これはスタンチがすごい。から草で間髪入れずにスタンチが、から草スタンしてしまう。さあ早い。